ちょっと清潔感がなかったら絶対にテレビに映っちゃいけない人なのに、すごいねな。なんだろうな。シンプルというか変態っぽいんですよね。明らかにテレビに映しちゃいけない人ギリギリの面白さ。 7月24日がですね、平井健がですね、登場してきて、平井健が悶絶した歌声アーティストを紹介してた。<laughs> そうなんですよ。今回も平井健後賞をフューチャーするんではなくて、その平井健が これ俺叶わねえわとかお、俺でも羨ましすぎるよというアーティストばっかりを紹介するという回なんですね。で、平井堅っていうのはですね、あの、実は声フェチでですね、人の声が大好きなんですよ。で、あのー、その人がリスペクトする歌詞を紹介するっていう内容で、とりあえず地球上で一番うまいと思う平井堅が、地球上で一番うまいっていうのがミソラヒバリなんですよね。で、ミソラヒバリの凄さをね、すごい語るんですけど、 まず大前提として、平井健が面白いんですよ <laughs>。これね、前々からね、あの、ダウンタウンのね、歌番組に平井健が出た時から、こいつ面白いなと思ったんですけど、やっぱり平井健ってね、フリートークが本当にね、音楽業界で一番上手い。よくあの、サダマサシが上手いって言われるんですけど、佐田マサシっていうのは、なんか上手いんですよ。 トークがうまいっていうかですね、昔のフォークシンガーとかの流れの舞台の曲と曲との間をつなぐフリートークが面白いの、このうまさんなんですよ。でも平井健が面白いっていうのは、な,な,なんかいじられ芸人の面白さっていうのかな <laughs> 明らかにテレビに映しちゃいけない人ギリギリの面白さ。あの人もうちょっと清潔感がなかったら絶対にテレビに映っちゃいけない人なのに。 めちゃくちゃ声が良くて、で、話す内容がなんかで、ね、すごいねな、なんだろうな、シンプルというか、変態っぽいんですよね。<laughs> で、それが、そのミソラヒバリを語るときにですね、ピッチ、いわゆる歌のですね、あの、リズム感みたいなものが全くずれないと。おまけに、 よくよく聞いてみると、ミソラヒバリの声っていうのは、一つの歌声の中にいくつもの音色が入ってるっていうのをですね、これを懐の深い声というふうに表現してるんですけど、それでもうどん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 語るんですね。で、あとは、その、歌田ヒカルのビブラートっていうのがもう、天性の歌声で、これはもうどうしようもないというようなことで、熱く語ってですね、あと、えー、松藤由弓のロングトーンすごいとかですね、あとは、手島葵がですね、もうとにかくあの、なんか清潔感の歌声とは、 全く別に、実は歌唱力自体は野生感が溢れてるっていう話とかはですね。延々語るんですけど、やっぱり一番面白いのは、それを語っている平井健が面白いっていう、<laughs> さっき言った危なすぎて面白いって感じなんですね。で、最後にですね、平井健が恨ましい、これが真似できないっていうのを出してきたのがですね、吉川ひなのなんですよ。元堀江門の恋人でお馴染みの。で、これには、それまで延々なるほど、へえ、すごい、確かにって言った患者にのメンバーも、吉川な ひななの時は、「ええ?」とって、「じゃあ聞いてみましょう、で、これまで、それ以降もです。関ジャムではですね、ゲストが出てきて、出てきて、これがすごいっていうのを出したら、結局みんな実際に聞いたら、なるほどすごいになるんですよ。でも唯一この平井健の回のクライマックスで出てきた吉川ひなのだけが全員が、そうかってなたん <laughs> <laughs> ですけど、確かにね、独特の声なんですよ。でも、それは、 言ってみれば、音痴にしか聞こえないんですけども、平井健にしてみたら、あんな声他に聞いたことがありますかっていう。いや、いやいや、普通あんな声のやつはレコード出さねえよっていうふ <laughs> うに思うんですけども。なんかそこら辺のね、平井健の何が面白くて、あの、紹介してるんだろうかっていうのもね、すごい楽しいです。ねえ、歌がなければ、ま、間違いなく変態のただの親父だったので、平井健、歌うまくてよかったなと思います。